こんにちは、ゆかです。たけしです。今日は、引っ越してきてちょうど1週間なんですけど、ついに一部の家具が来ました。イエイ。さっきデリバリーが来ていろいろ組み立てたりしてくれたんで、ちょっとじゃあ来たものをお見せしようと思います。じゃじゃん。お、新しいベッドです。D2C なのかな、あれは。フロイドっていう会社のやつで、結構ねインスタグラムでもよく広告出ます。あ、そう、うん、初めて聞いた。本当？あ、シンプルでいいですね。はい、でもちょっとね、ここの角とかに、ここに足ぶつけると痛いです、きっと。次は下のワークスペースです。わー、なんかちょっと牢屋みたいだけど。こんな感じで。割と小さい。確かに。あ、でもこれ昇降、このスタンディングデスクだから、フーリーっていうブランドのやつで、上がる。あれとか椅子ないじゃん。あれ、オフィスチェアはない。連絡しよう。あ、OK、Great、Thank you。 さっきまた来て忘れてた椅子を届けてくれました。てか、隣の工事うるさすぎ。レンガの向こう側をカンカンやってます。レンガのこういうカスがね、向こうからどんどんやるとここにカスが落ちてくるんですよ。やっぱやめてほしい。ソファー、ソファーもある生活です。やったね。イエース。ピナも思い喜び。よかったね、ピナ。くつろげるね。くつろいで。くつろいで。ちょっと。この下に、なんかいろいろケーブルをなんか入れなきゃいけないみたい。こんなん、見てるの？今日もまた和食です。あ、でもいいね。はい、はい、おー、カツ、カツとじ、うん、いただきます。いただきます。前回の Vlog も和食だった。和食を取る傾向に。うん、おいしい。今日のお昼は焼きうどんです。いただきます。うん、なんか斬新な、うまい、イタリアンソーセージ入ってるから、ちょっと洋風。もうご飯の時間になってしまいましたが、一応ちょっとこう仕事してますよアピール。このシーンがないと、ずっと食べてんのかってなっちゃうから。はい、じゃあ夕ご飯食べましょう。食べましょう。ちょっとマイクを変えてみましたので、あ、ちょっとこれ原因大きすぎか。ちょっと原因大きかったかも、さっき。はい、どうでしょうか、音声。いい感じじゃない？うん。ロードの NTG をショットガンマイクをつけてみました。やっぱね、すごいエコーしてるから、モフモフだとあんまりよろしくないと思ったので、ちょっとこっちのマイクで試してみます。今日のご飯は、これはなんだ、 ベトナムか、ベトナム料理です。私はなんかビーフの、ビーフ丼みたいなやつにしました。こっちはフォー、うん、ちゃんと麺と
まあ、分かれてる麺と のスープが分かれてて、でこれ春巻き。熱いかな、うん、うん、おいしい。これを2人分です、うん。オイスターソース、ベースソース的な、うん、わお、イエス。うん、ちょっとぬるいけど、おいしい。ちょっといろいろ細長いものが届いているので、ちょっと開封したいと思います。まずはね、これが多分あれだと思うので、一番ちょっとこれを先に開封します。これはですね、見たの見えるかな、ジムマットです。運動するときに下に敷くヨガマットのめっちゃ大きいバージョンみたいな感じなので、これも地下に持っていくので、一旦このままこの筒状のままちょっと横に置きます。そして次、これはですね、車輪付きのライトスタンドです。思ったよりめっちゃでかい。雨だね、見に行こう。おー、雨だ、雨だね、ピノ。こんな感じでコロコロ移動できます。でこの先に、まあ、照明なりいろいろつけて使う感じです。これも下に持っていきます。はい、そして最後にもう一個細長いものがあります。これみちみちに入れすぎだろ。グライドギアっていうブランドのマフ感するためのちょっと装置を買いました。ちょっとこれでかすぎるし、これがさらにスタンドの上に置かなきゃいけなくて、そのスタンドはまだ届いてないので、ちょっと今日はこれはまあ完全には開封するのやめようかな。これの続きはスタンドが届いてからのお楽しみということにしておきましょう。もう一個届いたものあったんだった。これちょっと小物です、他のに比べて。あれ、なんか思ったよりめっちゃちっちゃいんだけど、なんか日本語だし。山崎っていう会社のタオルホルダー、私なんかもっとこんぐらい大きいかと思ったんだけど、キッチンタオルハンガーみたいな。え、ちっさ。ちょっとこれアメリカン生活にはちょっと小さすぎる気がする。まあいっか。かわいいな。こういう吸盤でもつけれるし、マグネットでもつけれるしということで、どうしようかな。
ょうど見えない。そう。今日のランチ紹介。今日はビーガンレストランのバイクロエって結構なんかニューヨークで有名なやつ、前食べたことあるんですけど、それのテイクアウトしてみました。テイクアウトとかデリバリー。多い。おー、美味しそう。ボリュームがすごいね。一つ OK ですね。なんかチキンみたい。あ、そう、これフェイクチキンだよ。テンペ、なんか豆みたいなやつでできてるチキン。私もこのひき肉みたいなの入ってるけど、ひき肉じゃね。え、でも普通に美味しいんだけど、食感も肉っぽい。うん、どう、そのチキンは。まあフェイク感あるけど、まあ悪くない。この2つを開封します。これは昨日も開封した山崎っていうブランドのこういうなんかキッチンとかの棚なんですけど、キッチンで使うかバスルームで使うかちょっと置いてみて決めたいと思います。取扱説明書が日本語です。この2つができました。右と左のパーツに分かれてるから、つなげる。おお、できた。こうなる。伸縮する感じです。はい。っていうかこのマイクやばいでしょ。ここの洗面所、鏡がねすごい上の方で、シンクはここなんだけど、ここがめっちゃ空いてるし、あんまりこの下もね入れるところないので、ちょっと今いろいろここにごちゃっとし入れちゃってるんですけど、ここに棚が欲しいなと思っていて、あとねここもできれば棚が欲しいんだけど、とりあえず壁に穴を開けずにできるかなと思ってさっきの棚を買ってみました。でちょっと圧迫感すごいかな。こうやってここに物を乗せて、どうだろうか。こんな感じになりました。こういうフックがついてきたから、ここにこのドライヤーもかけれたけど、ちょっとこれどうするかわかんないけど、とりあえずここに置いて運用してみます。次はこちらの本命を開けていきたいと思います。
はい、棚です。今まで歴代で一番豪快な開封だったかもしれない。はい、こんな感じになりました。この上にコーヒー関係のものを置きたいなと思ってて、エスプレッソマシンとかケトルとかそういうのを置こうかなと思ってます。ちょっと場所はここにするかここにするかちょっとまだ決めてないんですけど、とりあえずここに置いてみました。焼きそばを使ったんですけど、ちょっと中華風の味付けにしました。ついてるソースパックは使わずに、なんかオイスターソースと醤油とラオマンガイっていう秘密のオイルソースを使って味付けしてみました。そばは焼きそばだけど味はなんか中華油麺みたいな感じです、うん、そしてちょっと、ね、卵も入れといて思います。いただきます。お、商品紹介モード。うん。めっちゃうまい。うまい。うん。健康にはそんなに良くないかもしれないけど、夜食に食べたい感じ。ということで今日の Vlog は以上です。ちょっと今回は3日分かな。連続で Vlog してみました。もしこの動画面白いと思っていただけたら、いいね評価やチャンネル登録もの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。